アメリカ独立戦争におけるフランス。アメリカ独立戦争におけるフランスでは、アメリカ独立戦争前後のフランス外交の変遷と、国内への影響についてもべる。フランスは、アメリカ独立戦争、1775から1783、当時財政的に困難な状況にあったが、この戦争を、ヨーロッパひいては世界における、フランスの旧敵であるイギリスを弱体化させる。 機械として捉えた。植民地の独立は大英帝国に重大な損害を与え、翻ってアメリカ合衆国という新しい力を生むことで、フランスは良好な同盟関係を維持できると考えていた。フランスはもともとカナダを失うことになった1763年の屈辱的なバリ条約に対して、イギリスに復讐を目論んだとする歴史家もいるが、 ダルは1975年にフランスの干渉は冷静な計算に基づくものであり、単になるイギリス嫌いによるものでもカナダ喪失の復讐のためでもないとしている。フランスの参戦はヨーロッパ大陸におけるフランス外交の絶望的状況を反映していた。独立戦争はフランスにとって悲惨な失敗であり、アメリカの独立はイギリスを弱らせることにはならなかサラトガの戦いは フランス参戦のきっかけを作っただけであり、外交方針はすでに決していた。同盟に加わったスペイン海軍の存在も軍事的な主導力を維持していくために重要であった。フランスは和平については悲観的であったが、決してアメリカを裏切らなかった。フランス政府は、負債のやりくりで悲鳴を上げていた上に、独立戦争がフランスの政治的また社会的秩序を粉々する。 力を解き放つ直接の機会、フランス革命を提供した。フランスは1778年に参戦し、イギリスからの独立を求めるアメリカの勝利を助けた。実際には1783年のパリ条約で実現された。フランスの近代戦力としての位置づけが確認され、復讐の思いも満足されたが、戦争は国の財政には有害であった。 フランスの都市は直接の破壊を免れたとしても、1781年のヨークタウン包囲戦のような決定的な勝利を含むイギリス軍に対する戦争は大きな軍費10億リーブルを必要とした。これが脆弱だった財政をさらに悪化させ赤字が増えた。さらに悪いことに、新興のアメリカ合衆国が貿易上の一番の相手国となるという目論みが実現しなかった。 イギリスがアメリカ合衆国を主要貿易国としてしまった。戦前のイギリスとアメリカの交易形態がほとんど、そのまま残り、アメリカの交易は大英帝国の範囲内に止まっていた。独立戦争にフランスが参戦したということの認識は、主にロシャンボン伯爵やラファイエット公爵のような軍人の英雄を称えることで示された。アメリカ合衆国内にあった。 フランスの元の領土、ヌーベルフランスを取り返せるという望みも叶わなかった。フランスの国体としての脆弱化と絶対王政に対する実現可能な代替体制の見通しができてきたこと、これらはアメリカ独立戦争がフランス革命に影響した大きな要因である。ルイ16世は外交政策担当官にベルジェンヌを指名した。 ベルジェンヌは七年戦争の後はイギリスへ報復したいという思いがあり、この思いを前任者のショワズールと共有していた。ベルジェンヌはヨーロッパでは慎重な政策を主導し、東のプロイセイやオーストリアとの並行状態を保っていた。特にボヘミア継承戦争では参戦しなかった。ベルジェンヌはフランス海軍の戦力をイギリス海軍に見合うものにし、 アメリカでの緊張事態を見守っていた。1756年にルイ15世が結んだフランスイコールオーストリア同盟が1770年のルイ16世とオーストリアのマリー・アントワネットとのコンで再確認された。一方、スペインとの同訓連合によって大陸ヨーロッパの支配構造が出来上がっていた。ルイ16世とマリー・アントワネットの結婚は長く続いた。 ブルボン朝とハプスブルク朝との敵対関係を表面上だけでも終わりにしていた。フランスの特権階級は1763年のパリ条約以来復讐を夢見ていた。これをスコットランドから追放されたジャコバイトが植民地にわたって大いに支持していた。条約の中身は負けた側の立場から見れば穏やかなものであった。フランスは見入りが良い領土の大半。 例えば砂糖を生産するサンドマングの領有を続けていた。フランスイコールスペインイコールオーストリアの同盟軍がイギリス海軍を破ったとしても、その戦費は莫大なものになり、各国はできるだけ早く収束することを求めることになった。それゆえに、パリ条約は締結されたが、フランスにとってはイギリスに復讐し、決着のついていない戦争を、 はっきりと終わらせたいという強い願望が残った。ショアズールは1763年以前から攻撃速度、艦船の数及び敵国の商船を襲う戦略がより重要になるという新しい戦争の形を予測し海軍の近代化を始めていた。フランスは海速で操作性の良い小さな艦船を増やしてその艦隊を海賊化していた。さらに装備を近代化し、 およそ30万人にまで増強した軍隊に訓練を施した。ルイ16世はこの近代化の達成に相当量の資金を突き込んだ。艦隊は1762年の規模を最小として、その後軍艦を67隻、フリゲートを37隻増強した。7年戦争の後、イギリスはその経済事情から植民地における交易をより厳密に支配する方向に進んでいた。 税率が上げられ、公益は排他的になり、イギリス中流軍を維持するために、特別の課税を民地に求めた。植民地人は代表なくして、課税なしという法を盾に抗ったが、税金は押し付けられ一連の摩擦を呼ぶことになった。構想の中でもよく知られた事件は1773年のボストン茶会事件である。 イギリス政府が苦境にあえぐ東インド会社を救うためにアメリカ植民地における紅茶販売の独占化を図ったが植民地人はこれを拒みボストン港に停泊する船から相当量の紅茶を海に投げ捨てたものであるイギリスが報復のためにボストン港を封鎖したのでボストン市民の味方が急速に降下した植民地人による第一次大陸会議が開催され 武装民兵組織や新しい行政府が作られた。1776年7月4日、アメリカ合衆国は植民地の連合とイギリスからの毒を宣言したが、まださらにその力を強化していく必要があった。強力なイギリス軍に対して、13植民地は武器も頼る誘法もなかったので、自然とフランスに顔を向けた。ベンジャミン・フランクリンの交渉により、 フランスは紛争そのものには関心を持っていなかったが、反乱軍に関与をはじめ、1778年2月からは、海戦に踏み切った。この時はまだ、イギリス海軍に、フランス一国で対抗しなければならなかった。13植民地の独立宣言に続いて、アメリカの反乱は、フランスの民衆にも、特権階級にも、好意的に受け入れられた。革命は、 イギリスの先生に対する啓蒙思想の具現化として認識された。1776年12月にベンジャミン・フランクリンがフランスに派遣されその指示を訴えると民衆に熱狂を持って迎え入れられ、多くのフランス人はアメリカの反乱を支援するために立ち上がり、自由と近代化の理想に燃えた、ランハンやラファイエットのような者たちが1776年に志願兵となった。 フランス政府の反応はやや冷ややかであった。ルイ16世は植民地を救援したかったが、財政状態のゆえに、ボーマルシェを通じて、隠密の援助をするに止まった。ベルジェンヌはフランスの参戦に賛成であり、商業的及び外交的な利益の可能性も示唆していた。この状況はフランスの分析によるものであり、同盟国、スペインとオーストリアには、 少なとも中立の保障を求めていた。外交、財政、軍事及び経済を担当する指導者層はむしろ懐疑的であった。フランス海軍はまだ十分ではなくそのような戦争に対する備えはできていなかった。経済の状態は不況のままであり、国家の財政はチュル央や後にネッケルによって赤字状態を宣告されていた。外交畑のものは ベルジェンヌやルイ16世ほど熱心ではなく、フランスがこの問題では、ヨーロッパの中で特殊であり孤立していることを強調していた。当時の平和と経済的な繁栄の上に立って、復讐の念と自由の理想を小さくさせていた。1776年に始まった秘密の武器販売によって、フランスは私的に戦争に関与し始めた。 ルイ16世とベルジェンヌが隠密にボーマルシェにあって、ポルトガルの会社、ロドリク、ホルタレス・エンパニーという隠れミノを使って100万ポンド、近い武器弾薬を売る許可を与えた。フランスの援助は、ジョージ・ワシントン将軍が、イギリスの猛攻撃に耐える要因となった。フランスがあつらえた、アメリカのフリゲートは、イギリスの商船に対する海賊行為を行って、 基金にしろ貸資金にしろ経済的な援助の役割を果たし軍事戦略化の休暇を利用してアメリカの軍隊使用を認めるような技術的支援もあった。アメリカの反乱軍によって指名されたサイラス・ディーンはイギリスに敵対心を抱くフランス人に助けられ非公式の援助を勝ち取った。しかし目標はフランスの全面的な参戦であった。フランクリン ディーン及びアーサー・リーによる代表団がヨーロッパ各国の関与を求めるロビー活動を行った。代表団は13植民地とフランス、スペインの同盟によってイギリスを早期に打ち破ることができると主張したが、ベルジェンヌは個人的な願望にもかかわらずこの提案を拒否した。フランクリンはフランスがヌーベル・フランスを要求できると訴えた。 1777年7月23日、ベルジェンヌは植民地を全面的に支援するかその考えを捨てるかの議論を要求した。1777年の終わりに国際関係が緊張していた時、オーストリアがプロイセンに対するバイエルン、継承戦争でフランスの支援を求めてきたが、フランスは拒否し、オーストリアとの関係は気まずいものになった。 この状況ではフランスがイギリスに対する戦争でオーストリアに支援を求めることは不可能になった。スペインに対する働きかけも失敗に終わった。スペインにとっては得るものがなく革命精神の広がりがラテンアメリカの植民地でのスペイン王室の正当性に対する脅威となりつつあったから出る。イギリス軍はフィラデルフィアを抑えていたがサラトガの戦いにおける 大陸軍の勝利は、フランスの愛国者や、熱狂的支持者に希望を取り戻させた。イギリス軍のバーゴイン将軍の軍隊が敗れ、フランスは十三植民地が勝つかもしれないと思うようになり、植民地に対する票だった援助を行うことを決めた。同盟国のスペインはなお懐疑的であった。ベルジェンヌトルイ十六世は、アメリカの代表団、フランクリン、ディーム及びアーサーリーを通じて、 アメリカとの同盟に対する関心が上がっていくという過程に立っていた。イギリスとフランスの間の同盟は1763年に無理やり押し付けられたものであり外交危機に突入した。参戦世論は評判が上がりつつあったラファイエットのような人気のある支持者からの恩恵を得ていた。さらに復讐の念が表に出てきた。1778年2月6日。 ベルジェンヌトルイ16世は、ベンジャミン・フランクリンと友好条約に調印し、13植民地と正式に同盟を結ぶことを決めた。フランスは13植民地が自立した状態にあることを認識し、双方とも勝手に休戦しないこと、及び植民地はアメリカにおけるフランスの権益を守ることで合意した。戦闘はアンティル諸島で開始された。 フランスが参戦するとイギリスはフランス艦隊を自国の海域に止めておくよう画策した。イギリス海峡におけるベザン島の海戦は決着がつかなかった。二つの艦隊は結果的に引き上げた。イングランドに4万名の部隊を上陸させる作戦が練られたが平坦の問題で捨てられた。ヨーロッパ大陸ではオーストリアとの同盟で守られており、 アメリカ独立戦争に参戦しなかったとしても外交的な支持は得られていた。ヨーロッパの他の国は武装中立同盟を作り参戦を拒んでいた。フランスが単独でイギリス艦隊に対抗するのを見て1780年にオランダがフランス側に着くことを決めた。スペインは1779年に支持を表明していた。イギリスは困難な立場に立たされた。 フランスの介入は当然ながら会場で始まり決着のつかないことが多かったが1780年にロシアンボン伯爵が6000名の将兵を連れてアメリカに渡ったことで状況が変化した6000名のフランス軍はすでにサバンナの戦いで3000名のイギリス軍と対峙していたがフランス軍の攻撃がこう焦り準備もできていなかったので結果的に失敗した 1781年のチェサピーク湾の海戦では、イギリス艦隊の一部を逃避させ、残りを破壊したので、チャールズ・コーンウォリスをヨークタウンで表位することになった。コーンウォリスは約束されたイギリス軍の遠平をあっても、なく、待たされていた。コーンウォリスは、陸では、大陸軍と、フランス軍に、海上は、フランス艦隊に抑えられた。同盟フランス軍は10月17日のヨークタウンで、 パトリオット、愛国派が決定的な勝利を得るために重要な役割を演じた。もしドーグラス帝徳のフランス艦隊がいなかったら、この勝利はなかった。無益な抵抗の後に、コーンボリスは10月19日に正式に降伏した。主要な戦闘は終わり、その後は小ゼリ愛に終始した。しかし、イギリスが正式に休戦するのは1783年のことだった。 フランスとイギリスの艦隊の激突は地球規模に広がった。アンティル諸島ではイギリスとフランスが交互にその支配を行い、1782年のセインツの海戦でイギリスが支配することになった。スペインとフランスの連合艦隊がイギリス艦隊を破り、メノルカジマウ1782年2月に抑えたメノルカ島侵攻。インドでは フランスと同盟したマイソール王国がイギリスの支配を打ち破った。フランスは1783年にサンピエール島、ミクロン島をイギリスから奪取した。しかし、フランスとスペインが共同で行ったジブラルタル、包囲戦は失敗し、ジブラルタル半島はイギリスの支配に残った。アメリカ本土での決定的な勝利のゆえに、フランスはパリでの交渉を有利に進めることができた。 ヨークタウンの包囲戦が始まってから、大陸軍のベンジャミン・リンカーン将軍は、イギリス軍との秘密の交渉について、フランス軍に教えたことがなかった。交渉は、直接ロンドンとワシントンの間で進められた。イギリスは13植民地に対する支配を諦め、五大湖から、南とミシシッピー側から、東の領土の領有を認めた。しかし、フランスは、アメリカとイギリスの間の和平交渉に、 加わらなかったので、フランスとアメリカの間の同盟関係が崩れた。このためにその後の和平協定の交渉でフランスとスペインの影響力薄れた。1783年9月、パリ条約で条件付き勝利が宣言された。フランスはアメリカ、アフリカ及びインドにおける領地を回復した。1763年パリ条約と1713年、 ユトレヒト条約で失った領土のうち、トバゴ島、セントルシア、セネガル川、領域、ダンケルクを回復し、テラノバの漁業権が増加した。スペインは、フロリダとメノルカを回復したが、ジブラルタルは、イギリスの手に残った。フランスの戦争への介入は、遠距離でかつ海軍を使ったものになったので、10億、リーブル以上の戦費が使われた。フランスの国家財政は、 悲惨な状態となり、一方で、ジャック・ネックケルが税率を上げずに負債を払うために借金を重ねたため、著しく景気も後退していた。国家財政担当官のカロンヌは赤字の解消のために、貴族や聖職者の財産に税金を借ることを試みたが、解職され追放されるという浮き目にあった。フランスの財政を健全化するために必要な改革は、 正常不安のゆえに弱められた戦争中の貿易は著しく減っていたが、1783年には回復していた。戦争はフランスの権威と誇りにとって極めて重要であり、ヨーロッパの主導者としての役割を復権させた。しかし、フランスは多額の軍事費を使ったにもかかわらず、アメリカの主要貿易相手国とはならなかった。フランスの軍隊は、 遠距離遠征を行い10億リーブル以上を使ったためにフランスの負債33億1500万リーブルに追加されることになった。フランス参戦のもう一つの結果といえば、啓蒙主義の誇りを新たに得たことである。これは1776年アメリカ独立宣言、1783年アメリカの勝利、さらに1787年、 アメリカ合衆国憲法の交付で印象をずられ、自由主義の特権階級は満足した。しかし、他にも大きな影響があった。ヨーロッパの保守主義が神経質になり、貴族階級はその地位の保全のために対策を打ち始めた。1781年5月22日のセギュール条例では、軍隊の上級士官に一般人が昇進することを制限し、 貴族のために留保した、ブルジョワジーの挫折が始まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。